宇宙作戦隊は航空自衛隊のスペースデブリ等監視部隊。2020年5月18日、航空自衛隊府中基地に防衛大臣、直轄部隊として新編された。宇宙作戦隊のある府中基地宇宙作戦隊大気防衛省が2019年12月20日に発表した令和2年度予算案において航空自衛隊に 宇宙作戦隊を新編する関連経費が盛り込まれた。2020年1月23日に宇宙作戦隊新編などを盛り込んだ防衛省設置法改正案が第201回通常国会に提出され4月17日に可決・成立した。舞台名は2020年5月8日に正式に宇宙作戦隊と決定された。 宇宙作戦隊は2020年5月18日、府中基地に大臣直轄部隊として発足し、初代隊長の足木春英2歳以下、約20人が編成を完結した。これに伴い、宇宙職種が新設された。将来は100人規模にする方針。防衛省は、日本の人工衛星を守るため、不審な人工衛星や宇宙ゴミを監視する体制の整備を本格化させる。 ことにしている。2021年度に部隊の指揮や訓練を行う宇宙作戦指揮所運用隊と宇宙作戦隊からなる宇宙作戦群を府中基地に新編する予定。2022年度には府中基地の作戦隊を第一宇宙作戦隊に改編した上で関連装備を維持、管理する約十人の宇宙システム管理隊も置き、第二宇宙作戦隊を 航空自衛隊法府北基地に新設し、第2宇宙作戦隊を含む宇宙作戦群を拡充する方針。作戦群全体で120人程度に増やす。宇宙作戦群は、レーダーや人工衛星を運用する宇宙状況監視システムの運用が始まる2023年度に本格稼働を予定。2026年度までに再衛星の打ち上げを目指している。シンボルマークは、 隊員が考案したもので、正面の十字は宇宙を象徴する、星をイメージし、地球及び衛星軌道は、常続普段の監視をイメージ、六つの丸は、防衛省発となる宇宙監視専用レーダーを意味し、合計20個の星は、2020年に部隊を、新編したことを意味している。JAXA やアメリカ宇宙軍と協力し、宇宙空間の常時監視体制を構築する。これにより、 スペースデブリや他国の人工衛星等が日本の人工衛星に影響を及ぼさないかの監視や日本の人工衛星を他国からの攻撃や妨害、それに宇宙ゴミから守るための宇宙状況監視を行う。他にも電波妨害や不審な人工衛星や高度約3万6000キロの静止軌道の監視、隕石監視も行う予定である。 宇宙空間での監視や人工衛星への補給を行うため宇宙巡回線の建造も検討されている。今後宇宙監視用のレーダーを山口県内に設置するほか JAXA やアメリカ宇宙軍とも連携して宇宙状況監視システムを整備し情報共有システムの構築を図る予定である。本格稼働は2023年度の予定。また JAXA 米軍と互いに情報を共有するシステムも2023年度から運用が始まる予定。ありがとうございます。